はい、坂場です。ここは JR 東海 CA68 名古屋駅なんですが、今回ホームライナー大垣を紹介していきます。ホームライナー大垣は名古屋と大垣を結ぶライナー列車です。そしてライナー列車なんですが、この列車は特急型車両が使われています。その特急列車は681系という白鷺で主に使われている車両です。今回はその列車のグリーン車も紹介していきます。681系は JR 西日本の車両であるため、こういう幕になっています。グリーン車の車内はこんな感じです。2+1、2列1列ですね。もちろんフットレストもあります。そしてテーブルはこの肘掛けのところから出すタイプです。左下のボタンからリクライニングができます。枕は上下動かすことができます。自分の頭の高さに設定することができます。そしてあちらには HC85 系という JR 東海の新しい車両ですね。今このように試運転が行われています。以前ムーンライトながらで見ました。では名古屋を出発します。ここはグリーン車なため、ほとんどモーター音が聞こえてきません。この列車はライナー列車ですので、普通車には330円の乗車整理券が必要です。そしてこのグリーン車に乗る際には780円のグリーン券が必要です。この名古屋と大垣用の区間で特急白鷺号に乗った場合、660円かかります。そしてホームラインの大垣号に乗ると330円という安さで乗れます。これは特急列車の2分の1の料金で乗れます。今は普通車で比べましたが、今度はグリーン車で比べてみましょう。特急白鷺号の場合はグリーン料金1300円に加え、自由席特急券660円かかるため、合計で1960円かかります。それに比べてホームライナー大垣は780円という安さで乗れます。これも大変乗り得なんですが、ホームライナー大垣号のグリーン車は指定席設定されているため、18切符へ乗ることはできないのでご注意ください。少々早口になってしまい申し訳ありません。停車駅は尾張、一宮、岐阜、穂積、そして終点の大垣です。停車駅は新快速と変わりません。
このホームライナー大垣は先ほども言った通り681系という白鷺の車両で使われています。日中は特急白鷺号として走り、夜にはホームライナー大垣として走ります。しかしこの681系は JR 西日本が製造した車両です。名古屋と大垣の区間は JR 東海の東海道線、そしてこの列車は JR 西日本製造の車両。そのためこのホームライナー大垣はアルバイト運用ということになります。やっぱりグリーン車なので発車するときは静かですね。先ほどの話を続けますが、アルバイト運用とは直通運転をしている路線の間において自分の会社の車両が直通先から自分の車両の路線内に戻らず他車線のみで運転される運用のことを言います。説明が間違っていたら申し訳ありません。特急白鷺号の時は JR 北陸本線、 JR 西日本の管内を通って金沢に向かいます。しかしホームライナー大垣の場合は名古屋と大垣の間しか結ばないため JR 東海管内で完結します。そのためこの列車はアルバイト運用ということになります。ではこの列車は岐阜に到着です。グリーン車の客室はこんな感じです。ここから見ても少しわかると思いますが座席幅が結構広く見えます。ご乗車ありがとうございました。終点の大垣、終点の大垣です。はい、ということで終点大垣に着きました。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。